お疲れ様です。雪レポートお疲れ様でした。4時間ぐらい動画があるんで、とてもじゃないけど4時間は見てられないんで、スキップしながらね、いいところをこうやってかいつまんで見させてもらいましたけども、いや雪の世界ですね。電信柱、信号の上にまで雪が積もっていて、まあこれで喜ぶのは子供たちだけだなというところでございますけども、実際に社会を回そうと思うと、この道路がね、行き来が不自由だとなかなか難しいところありますね。でね、今回その新潟を中心とした雪国の、まあ、災害についてお知らせくださる方が何人かいたんですけども、その中でねすごく気をつけないといけないなと思うのが、この EV カーなんですよね。電気自動車って雪で立ち往生して、なんかこの道路を一本塞ぐみたいなことがあるらしいんですよ。で、何を注意するかっていうと、そういうことがね報道されないらしいんですよ。で、口コミベースでは広がっていくんですけども、報道によって多分 EV カーの人気がなくなってね、まあ国としての政策ですからね、 EV カー促進っていうのは、ただ全然広まってなくって、 EV カーって結構見分けるよう、見かけるようになったかもしれませんけども、結局普及率が 1% にも至ってないっていうのが現状らしくって、まあそれは電気自動車に買い替えようかっていう人は裕福な人に今のところは限られてますし、多くの方は、ハイブリッドカーとかね、でガソリン車を乗ってますんで、これをまあ大切に乗っていくしかないかなっていうのと、あとはね、世界的にも最も普及が進んでるイギリスでも 10% に満たないわけなんですよね。だから思ったより EV カー流行ってないぞみたいなところがあって、結局2035年でしたっけ、ガソリンカーの新車を販売することを禁じる国がありましたけども、これもしかしたらこの期日が延長されるかもしれない、もしくは廃止になるかもしれないなというところですよね。まあ、最近ではね、電気自動車って売れてないんですよ。で、大量廃棄が中国を中心に始まっちゃって、で、電気自動車っていうのはリチウムイオンバッテリー、これが肝なんですけど、このバッテリーが機能しないともう車全部が動かなくなっちゃうんですよね。で、ガソリンカーってガソリンちょっと入れればいいわけですよね。そしたら動くんで、で、ガソリンスタンド結構ありますしね。でも電気自動車ってはっきり言って充電するところほとんどないんで、だから充電ポイントを設定して電気自動車に乗るんでしょうけども、雪の渋滞で止まっちゃうともう充電ポイント近くにないみたいなことになって、それこそねレッカーみたいなことになっちゃうんですよね。で、今までもこういうことってあったらしいんですけども、もう電気自動車が出てきてね、もう何年にもなりますんで、ただ電気自動車が限られたとこしか走らなかったっていうところから、今年は結構販売台数も増えてきたところがあって、日常生活の中に何台か電気自動車がパラパラとあるっていう現状の中に、その何台かのわずかな車が大多数のガソリン車とか EV カーのハイブリッドカーのなんかこの邪魔をしてるってところが出てきてね。で、これ気をつけないといけないのは2つぐらいあって、1つは本当に電気自動車が役に立たないということがはっきり分かったのか、それとももう1個は電気自動車を持ってるってだけで、ああ迷惑なやつだって偏見が広がらないようにしなくちゃいけないっていうので、多分ね、善意で考えるとそういうことに配慮して地上波に載せてなかったりとかね、してるんではなかろうかと思うんですよね。で、結局いまだにそのテレビとか新聞の影響を受けてるわけなんですよ。多くの方がテレビや新聞が語ったことは耳を貸すけども、私みたいなのがインターネットで喋ってるところでね、まあいろんな人がいるからねで終わっちゃうんでね、まあ、この先入観っていうのはまだまだ変わらないですよね。私は完全にテレビのない生活っていうかね、まあ、テレビの情報が結局インターネットを通じて来てるのかもしれませんけども、同時に発信者としてこの情報を受け取ってくださった方が自分の体験をコメント欄に書いてくださったりとかね、メールをくださったりとか、今回みたいにナミさんみたいにね、新潟のこの映像を送ってくれるんで、遠くのことでも分かるんですけども、でもね、いわゆるテレビニュースで新潟ではすごく雪が降ってますとか言って切り取った映像だけを見てる人ってのは断片的にしかこの辺分かんないですよね、きっとね。いや、実際に30分のキロが5時間かかるっていうところをこれで動画で撮られると、本当にこうすごいことなんだなと。スタレットスタイルだとかチェーンをつけてない人ってのはもうそれだけで非国民扱いされるんだなとで、それに対するね、コストも当然毎年毎年こうタイヤ履き替えたりとか車の整備をしたりとかっていうふうに意識が高まっていくんですけども、私たちの住んでるところでね、タイヤの交換を自らする人もいないですし、まあ、チェーンなんてね買ったことがない人も多かったり、ましてやつけれる人がいないとかね、そんなレベルなんじゃないかなと思うんですよ。で、危機に際しての防御っていうのが、この雪のことに
限らずにね、さまざまなところで、あ、自分はやってないなみたいなのが、お金のことに関しても、健康のことに関してもね、仕事のことに関しても、人間関係にしても結構ないんだろうなと思いますよね、うん、まあこれが起きたらどうしようっていうふうに思えば思うほど、うん、やらなきゃいけんなとかね、あ、なんかこう万が一のために準備しとかなきゃいけんなってことが結構見えるもんなんですけども、そうなるとなんか全然暇がなくなってくるなとまあ恐怖心は人生を支配するなってことの一例でございました。それじゃ あよろしくお願いします。また明日会いましょう。